やっぱカニバルかな、コックかな。カニバルにしてみる、メインキャラクターだし。おお、ガソリンスタンドだ。敷地の安全を確保する、グランパに血液を与える、これおじいちゃんね。獲物を狩り、血液を回収する、獲物を処刑する。あ、ハンセンになってる、ちゃんとチェーンソーが。じゃあいきますよ、肉フックにピョーン。おいしそうなお肉だ。今日の晩ご飯にしよう。なんだあいつら、逃げ出しやがった、怒られる。あいつらどこ行きやがった。血液回収、よし、血液はちゃんと回収していかなきゃいけないですね。なんかガサガサ音がするな。お、血液だ、回収。しっかりこれ回収していかないと、あとグランパにね、飲ませてあげないといけないんで。どっちか、これ壊そうか。チェーンソー起動して、いるぞいるぞいるぞ、そこにいるいる、目の前にいる。しゃがんでるぞ。長押しか。逃がさん、お前は待てや。どこ行った、こっちか。あ、でも血液あるな、血液ちょっと回収しよう。よし、どこ行った、これ壊すか、今のうちに壊しとかないと後々大変だからな。よし、チェーンソーが動いてる間はこれダメなんだな。グランパが死、グランパ死んでるらしい。血液飲ませてあげなきゃいけなかったけど、チェーンソー停止して走るか。どうもね、チェーンソーが動いてるとなんか走れないっぽい。上に上がるの絶対上がればいいんだ。これないよな、回収できるのか、まだ。あ、そうか、何回か回収できるんだな。いた、待て待て待て、うわー、くそ、チェーンソー吹かしちゃった。普通に攻撃できないのかな、これ。ごめん、なんか間違えちゃった。どうやって攻撃すればよかったんだろうな。左にいるっぽい。でもいけないこれ、くそー、ややこしい。普通に血液で、これチェーンソーなくてできないのかな。やってみよう。攻撃はクリックじゃないのか、違う、クリックしちゃうんだよな。待って、右クリックか、違うな。あ、なんだ、なんか能力発動した。仲間の位置を見てる、いるんだよここに。どうやって攻撃すんのこれ。あー、チェーンソー使わなきゃダメかこれ。あー、これ走るのがそういうことか。吹かしてないと何もできないんだこれ。あー、くそ、壊して壊して。いやー、これは一人じゃ追い切れんな。しっかりと物を壊して、うわー、これ通れないんだよ。あ、突っ込めんのか、壊せってことは。ダメか、やっぱダメだ。グランパを無効化された。グランパのとこ行こう、じゃあ一回。グランパは確か蘇生できるはずなんで。もうどうやって行けばいいんだこれ。さっきの道のとこ戻るか。喋ってるけど、解錠して開けるってどういうことなんだろうな。鍵開いてるってことでしょこれ。でもグランパにさ、血液が、あ、これ仲間だこれ。グランパどこ、グランパあれか。そう、みんなグランパに
血液を飲ませてあげてくれ。みんな多分キラー側初めてだから分かってないんだろうな。この子に飲ませてあげるんだぞ。俺いっぱい持ってるから。愛情ある声。いっぱい飲んで、いっぱい持ってきたよおじいちゃん。ほら飲んで飲んで飲ませてあげよう。ごくんグランパに血を与えた。俺一本でこれダメ？だいぶ量あったのにな。でも先生、背の下全然見つからないぞ。いた、いたぞー。うわー、くそ、スタミナがあるからこいつらは。あ、こいつも来てくれ、写真機が来てくれてる。一緒にや、一緒にやろう。よし、攻撃力が高いぞ。やったー、やー、今夜の晩御飯だ。よーし、いい追い込みだったね、素晴らしい。で、今のやつから取った血液をおじいちゃんにこうやって飲ませると順番待ちしてんだけど、おじいちゃんに飲ませる。はい、飲んで、飲まして飲まして、代わり番号で。あ、空腹ではない。あ、クールタイムがあるんだこれ。え、いるぞそこに、いるいるいる、そこにほらいるぞー。あいつら地下から出始めたな。俺が開けたからか。グランパが空腹だ、今言ったろグランパ。すぐお腹減るんだからおじいちゃん、さっき食べたでしょ。逃がさないわよー。あー、地下入ってたか。でこれ井戸なんで地下にまた戻れるんですよ。その代わり井戸にから高さから落ちちゃうんで大ダメージを受けてまた地下行きっていう状態ですね。一回逃げるために使えますけど、そのリスクとリターンっていう部分で難しい選択になる。じゃあ飲んでおじいちゃん、レベル上がってほしいな。おじいちゃんレベル上がった。グランパの力が増加、探知のクールダウンが減少。いる？どっかに走ってたら今探知されてるはずだから、いないね。で地下行って血液探しつつ、さっき降りてたやつを追い詰めようか。グランパが空腹だ、早いよ。閉めて、なんかいないこの辺、音聞こえるけど。血液袋回収、まだあったか血液が。よし、血液袋は、あ、なんだ、あ、なんか壊されてる音がする。いた、見つけたぜー。逃がさん、あーっと近すぎ、もっと近くに行かなきゃダメか。よし、いやー、仕留めたー二人目、ゲームオーバー。グランパの力が増大、グランパ強くなってきたよ。いいんじゃないの、ちょっと分かってきたな、このゲームのことが。ただまだ待ちは、え、グランパ死おじいちゃんお腹すいたよ、お腹すいたよ、死突然死ぬんだからいつも。え、いたぞ、いた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 、うわくそー、俺はでかいから通れねえんだ、回り道だ。どっち行った、いた、くそ引っかかった、よーしよーし、止めたー3人目、血祭りだぜ。もう血液が持てないね。さあ、あと1人だぜ。ここ上に上がれる、これ、これ上に上がりたいんだけどな。上に上がるルートがいまいちまだよく分かってない。あれ、ここ空いてるぞ、空いてるじゃないか。スタミナがなくなっちゃった。グランパは？あ、そこか。グランパにちょっと血液あげよう。ほい、グランパ飲んで。美味しいよ。大好きな血液だよ。
うまい、うまいよ。ちゃんとこれ手にトンカチ持ってるから。原作と再現で。原作でもね、おじいちゃん動けない中で、トンカチでね、人間を殺すために、いろいろやらされてたから、あ、痛い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 、追いかけられてる。これは、二人で追い詰めよう。よし、じゃあ、俺が最後仕留めるぜ。よーし、死ねー全員俺がやっちゃってんだけど。ごめんね、全員やっちゃった。怒ってる。喜びのダンス。いやー、素晴らしい。残虐成功。実際ね、あれあったんですよ、原作でも。カニバルが踊るっていう、踊るっていうか、最後その生存者に逃げられた後に、そのもう怒りとかね、いろんな感情でチェーンソーを振り回してるっていうシーンがあるんですけど、多分それを再現されてるんでしょうね。再現度めちゃくちゃ高いんでね、このゲームね。新しいアンロック可能、素晴らしい。ブラッドランナー、今回全員すごくない？ほら、4人殺しただよ。しかもスコアもさ、ほらめちゃくちゃ高い。やっぱ俺知識を事前に入れてきてるから、それがうまいこと言ってんでしょうね。いや、素晴らしい。いや、でもこの人うまかったな。隠れるのがお上手でした。よーし。